なあ千秋ってなんで離婚したの？あ、でも中でも一番許せなかったのは阪神ファンなのに巨人ファンの選手と仲良くしていたことですね。 100% 幸せにしたるから俺と結婚してくれ。正蔵くん、2002年先のプロポーズにて結婚したココリコ遠藤正蔵とタレントの千秋。千秋愛してる。誰がどう見ても二人はおしどり夫婦と言っていいだろう。しかし実はその裏で千秋は遠藤に対してかなりのストレスをためていたようだ。じゃあ今からもっと楽しいところに行こうか。やだ、あれ正蔵くんだよね。何してんのよ。しかも遠藤の浮気は癖がつけられるほど常習化していたらしく、後の話ではあるのだが遠藤曰くこの時のことを自分はかなりゲスかったと言っている。しかしそんな中で遠藤のこの行動が千秋をあの決断に至らせた。